どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。というわけで今日ルナちゃんと一緒にやっていきたいと思います。はい、で今日何をやっていくかっていうと、自分もね、前の動画でも話したから、トレーナーをね始まってから、もう12年13年犬と関わってる形になってくるんですけど、ここでね、皆さんも、コメント見てるとね、非常に多いのが、ね、やっぱうちの子にああしとけばよかった、こうしとけばよかった、こういうことしちゃったっていうことをね、後悔してる方非常に多いと思うんですけど、でそこでね、自分もね今回ね話をしようかなと思うんですけど、何を話すかっていうと、もうもちろんね、12、3年やってるってことは、自分がトレーニングし始めたばっかりの頃っていうと12、3年前があるんですよね。その12、3年前何をやってたかっていうと、犬とのトレーニングをしてずっと学んできたわけですよね。なので、自分もそうだしルナもそうだし、今ね考えると、こういうふうにしなきゃよかったなとか、こういうことをやっちゃってよかったのかなと思うことをね、実はたくさんたくさん失敗を積み重ねてやってきてます。でその中でね、自分もねすごく思うのは、みんなこうなんだろう、コメント見てると自分たちのことを許せてるのかな、許せてないのかなっていうところをねちょっと考えました。で一番が、自分はねもちろんね12、3年この子たちと歩んできて、それまでにたくさんのミスもやってきたし、たくさんやっぱりなんだろう、こう罪とまでは言わないですけど、でもそういうことってたくさんあるんですよね。でそれを否定するとどうなるかっていうと、否定したらやらなきゃよかったになっちゃう。でそれこそただ単にワンちゃんたちに寂しい思い、嫌な思いをさせて終わりになっちゃうので、今日はね自分に対してね許すっていうことと、あとはワンちゃんとこの先どう歩んでいこうかなっていう話をねちょっとしていこうと思います。一番が、しつけトレーニング、もちろんね、いろいろやってきました。一緒にねいろんなことやって、それこそねそういう座れとか伏せとかね、そこから今度待てとかね、いろんなことを教えてったりとか、遊びもねそれこそねいろいろありましたね、遊んでみたりとかね、でいろいろね付き合ってやっていく中で、トレーニングの中で自分もねどうしても受け入れられなくて、これはどうしても直そうとか、お客さんに直してって言われたから、なんでかんで直さないとっていうね時期もねもちろんあったんですね。でそこで無理して挑んでやって失敗したことも皆さんも多分あると思うんですよね。でそこでね、この間ねすごいねいい言葉をもらって、っていうのが何でもらったかっていうと、自分暇あらば YouTube 見てるんですよね。でそれはね、自分の見てる YouTube っていうのは犬じゃないんですよ。犬系じゃなくて、鴨頭ね義人さんっていう人が、カモチューブかなっていうみたいなんですけどね、まあ、そのどちらかっていうと経営中心のねことをやってる人の動画なんですけど、それをね見た時に、この間ね話をしてたのが、自分のねごめんなさいね、人からもらった言葉だからそれが 100% 合ってるかどうかっていうのは分からないんだけども、この間ね諦めるっていう話をしてたんですよ。で諦めるって何かって言ったら、諦めるっていうのは何かをすることを諦めることじゃなくて、その子のね、その子っていうかそのあるがままを受け入れるっていうことが、諦めるっていうことの語源になってるらしいんですよ。もし気になる方はね多分調べていただけると出るのかなと思うんですけども、そのねワンちゃんに対しても、例えば最近ね噛む動画とかそういうもの出してるから自分も余計意識しちゃうんですけど、諦めるってじゃあ何っていう話をしていくと、あるがままを受け入れる、つまりは何だろう、噛みついちゃうワンちゃんとかを、そのままにしといていいよとか、吠えるワンちゃんをそのままにしといていいよっていうことじゃなくて、もちろんね挑んでって失敗したりうまくいったりしながら自分たちの中で分かってきたことたくさんありますよね。でその分かってきたものの中で、それをどんな風に生かしていくかっていうところが一番大事なポイントになってくる。でそこが、この子たちにねいろんなこと挑みました。例えばねルナちゃんにどうやったらジェットみたいにフレンドリーになってくれるかなと思ってやってみたけど、やった結果無理させて距離が遠くなって余計信頼を失った時期もあるし、でそこで一番大事なことっていうのが、この子にジェットになってもらおう、ジェットの皮をかぶせようっていうことじゃなくて、この子のあるがままを受け入れる、ね、あるがままを受け入れる、ね、この子にもちゃんと考えがあるんです、いろいろね、ちょいちょい、ね、この子のあるがままを受け入れてあげると、それはものすごく楽になってくる。で過去にやったトレーニング、しつけの失敗を否定する必要性って一切ないんですよ、そこはね。それをやったから分かってるところもあるし、もう向き合い方っていうのももうなんだろう、間違って当然だ。自分もね10年11年前ってなってくると、その頃主流だって言われたトレーニングの仕方もやりましたね。で嫌がるワンちゃんに無理くりやらせるような方法も取ったりとか、
ね、でそれも、うん、今だったら途中で向いてないかなって思うと切りやめるところを慣れるのか慣れないのかで長くしちゃったこともあるし、でそれを自分も悔いた時期ももちろんあります。ただその時期があるからこそ今がある、で今のワンちゃんとの関係性がここにある。だから、皆さんもねよくねうちの子こうなんですあなんですって言ってて、でそこがやっぱうまくいかないからじゃあまずいのかなって考えると後ろめたく思う必要性って自分は一切ないと思いますね。本当に挑んできてこれまで失敗してきたことの全てを自分たちのワンちゃんに生かしていきながら、そこからあとはこの子のあるがままに、あるがままをね、そのままに受け入れていってあげるとそれが一番いいのかなと思います、ね、なので、今ねもちろんね今例えば甘噛みが大変とかお散歩引っ張ります直そうとしてることを諦めちゃっていいですっていうことじゃないんですよ。もちろんそれを直すために運動をたくさんとってあげたりとか、ある程度例えばトレーニング入れてあげたりとかやっていくんですけど、ただ物事には限界がある。なぜかってこの子はジェットじゃないからね、あなんで今日ジェットがいないかっていうと、ジェットいると間に割って入っちゃって全然お話にならないのと、ルナとイチャイチャできないから今日はジェットには退場してもらっちゃってます、はいね、というわけで、皆さんもね、あるがままに自分ちの子を受け入れることができてますかっていうところで、やっぱり自分のトレーニングの失敗とか自分のことを許すっていうのは自分のためじゃないのかなと思いますね。なんでかっていうと自分のことをきちんと許していかないとワンちゃんと一緒に次に本当のところにっていうのは向かっていけないですよね。なので、ワンちゃんのために、ね、許していくっていうか、なんかコメント見てるとねすごくなんか後悔してる、許しきれてない、自分はこれでいいのかなって迷ってる方がすごく多いと思って、でそこの中ではやっぱり諦めるっていうことはすごく大事なんだけども、ただ諦めるっていう言い方ってやっぱりすごくね簡単な言葉で、みんなもねやっぱりこう悪いイメージがあると思うんです。諦めるっていうと何かを断念するとか途中でやめるとかっていう、そういうなんだろうイメージが強いから、ただ私の言う諦めるっていうのは今回自分も諦めるっていう言葉がすごく好きな言葉になりました。その子にいろんなことをチャレンジしていって分かった上で、その子のあるがままを、そのままあるがままを、この子はジェットじゃなくてルナでいいですよ、あるがままを受け入れる、それができるとお互いの関係性が非常に楽になってくるのかなと思いますね。例えばねトレーナーさんっていうと治すのが仕事だから、じゃあ治ったら成功、治らなければ失敗、そういうわけでもないんですよ。治らないことが分かっただけでも成功、そしたらその中で物理対策を取っていって、そういうことができないようにしていったりとか、もしくはそれに対して改善を挑んでいってできるようにしていきながら、やれるとこまではやって、やれない方法はそこを諦めて、そのこのあるがままを受け入れ、それ以上はね、他の方法を講じるっていうやり方でもいいのかなと思います。例えばお散歩でもね運動いっぱい取らせていってあげて引っ張らないようにって教えていくとか、脚側の練習をしていくんだけども、もちろんね1日に2時間も3時間もワンちゃんにね時間を避けますっていう人はひたすら運動してもらえればお散歩の引っ張りはかなり解消されるっていうのは自信があるんですよ。自信があるんだけども、1日に例えば朝晩2時間ずつの他にワンちゃんと遊ぶ時間を他で取れるような方が一般の方でいますかって言ったら難しいですよね。そこまで来たらもうあるがままを受け入れてあげて、その先まだちょっと引っ張っちゃうよねっていうのが、その引っ張りをやっぱり自分たちの中で、まあ、ちょっとだったらね許しちゃってもいいし、もしくはそれが人間の負担になるようであれば、前にもねジェントルリーダーの付け方を教えますっていうのをちょっとやったりしたんですけど、ジェントルリーダーを使ってもらってもいいと思いますし、そういうね、なんだろう、物理策を講じていって、ある程度抑えていくっていうのはありだと思います。はい、というわけで、皆さんもね、自分ちのワンちゃん、認めてあげる、そのまま丸まんま受け入れる、で、いろんなことを挑んでいって、失敗したことを悔いてしまう必要性はなくて、分かったことっていうのは挑んだから分かった。その中で正解。それが全てだと思います。なので、皆さんもね、諦めていいよっていうのは、諦めていいよっていうのはやめていいよっていうことじゃなくって、挑むだけ挑んだ方があるがままを飲み込んでいいよっていう捉え方をしてください。で、ぜひ、その子のあるがままで、このままの状態を受け入れると、先楽しくなります。ね、先が楽しくなってくると、ワンちゃんいろいろやってくれます。ね、あらん、あらん、ね。そうなってくると、一緒にやっていくことが、すべてが宝物であり、すべてが楽しい時間に変わっていく。ね、それを後悔して悔いた時点で、そのことの時間まで自分たちは否定しなきゃいけなくなります、ね、皆さんもワンちゃんとの本当の意味での楽しい生活、楽しい、やっぱりこれからもね十何年って一緒にやっていく楽しいパートナーとして、皆さんも
これからとことん向き合っていって、で自分ちの子にこれができるあれができるを見ていきながら、どうしてもできないことは物理作を講じても全然構わないので、諦めるって言い方を使っちゃうんだけども、皆さんも自分たちのワンちゃんのあるがままを受け入れてみてはいかがでしょうか。